はい、皆さんこんばんは、リクシルです。今日はですね、ちょっと試してみたいというか見てみたいものがあって、ヨットを一人で二人プレイで回しております。で、何が見たいかというとですね、おお、撮っちゃってるけど、あのヨットって引き分けになった画面を見たことがないなと思っていてあの、まあ、この前配信してる途中で気づいたんですけど、あの自分のヨットの小数とかあのプレイ回数48回で、それで勝ちが24なんですよ。ちょうど 50% の割合なんですよね。で、普段勝ちを狙ってるので、当たり前のようにあのまあ お互い多分勝ち負けを絶対取るようになってるんですけど、ヨットって引き分けってどういう画面になるのかなっていうのがふと気になりまして、動画を回しております。で、その検証方法なんですけど、めちゃくちゃ今やってる通りで、あえてゼロになるようにお互い取ってって、0対0で終われば、あ、それは引き分けになるよねって思ってるので、まあ運が良ければすぐ終わるでしょうっていうふうに思って、まあ、運がな悪くてもそんなに時間かかんないと思うんで、まあ、なんか軽くこうやって回しつつやっております。まあでも多分ね、ほとんど多分地味な作業がほとんどなんで、きっとカットかな早送りカットしてる気がします。まあなんかね、ちょっとどういう画面になるかだけが見たいだけですね。先にあの上のあの数字が取れればもうそれだけで点数になっちゃうよみたいな、なんか結構運良くない、さっきからいらないんだけど、あの先にね、上の数字の方だけ埋めておけばね、下の方は技できれば、あれ待って、あ、気づいてしまった。待って、これさ、振り直そう。待って、チョイスがやばいな。え、これさ、チョイスがやばくない？え、チョイス全く同じ点数じゃないとさ、ダメじゃん。絶対点数入っちゃうから。え、やばい、気づいてしまったどうしよう、待って、あ、じゃあ待ってね、もうちょっと低い点数で、ちょっと待って、やばいな、気づいちゃった。1、2、3、4、12点ってどうなんだろう。3、4つ、いやー、もうちょっと高い方が嬉しいかな。18点くらいで残っ、あ、いい、17点くらいで双方が17点になったらもうチョイス取ろう。あぶねえ、気づいてよかった。待って、だとするとちょっと頑張って17点取りいこう。あれ、あ、16か、やばい、気づいてしまった。これ何点、これ17点じゃない、あー、18。まあこれ5取っといて、やばいチョイスの存在を完全に忘れていた。これは5でいい、5でいいですね。さあ、問題はここで17点が取れるかどうかですね。17点取れなかったらもう一周やることになってしまう。これ何点、めっちゃ高いよね。そうだよね、これ何点だい。14点か。魔法台進めときましょう。さあ、順当に終わるはずだったんだけど、順当にいけばもう終わるはずなんだけど、やばいな、チョイスから埋めなきゃいけないってことに気づいてなかったな。おい、これさあ、18点、あ、でもさ、これさ、キープしていいんじゃない、これとこれで5が出ればいいわけでしょこんなわけわからんものを狙いに行くことあるあー、出ない。ちょっとフルハウス埋めて、これはもう取っちゃっていいでしょ。さあ、問題はここからですね。こっから17点を取るゲームが始まります。17点を取るゲーム、20もいらないんだよな。あ、でっかい数字がまあ、S ストレートとか見とく。おお、 S ストレート取れてしまったけど、まあ、ここは別にいらないので B ストレートを崩す。
崩しておきましょう。んで12 5-3 残してちょっと振り直してみる。違う、さっきと同じ目だったな。お、これさ、お、いいじゃん、チョイス取れた。オッケーオッケー。そしたらあとはもう0点を取るだけのゲームですね。なんでエースストレート取れちゃう、まあ、ヨットから埋めますか。あ、まあ、別にヨットの方が出にくいんだから、もうこれで適当な数字出しとけばいいわけだよね。オッケーオッケー。んで、おや、あ、いいよ、これで B ストレート取っちゃって、せい、よし。でこれでヨットを潰しまして、さあこれで引き分けの画面が出るはずですね。はい、ありがとうございます。さあどうなるんでしょう。すごいね、滑稽だよね。0000017000000。あ、ちゃんとあるんですね、ドロー。なかなかヨットでドローを取るっていう場面は来ない気がするんですけど、まあね、場合によっては263対263みたいなね、激アツな展開の中でドローが引けることもあるんじゃないかなと思いました。今回はね、僕のただ単に欲求のためだけにこの画面を見たい、それだけのために、2人プレイしてましたけど、実際にね、実戦でなったらなんか激アツでそうですね。ってところで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。